57歳にして初めてのレチノール体験、どういうふうに変わるのかちょっと楽しみにしていきたいと思います。こんにちは、ヘアメイク職人バケコです。今日はシミ消えるか検証途中経過ということでやってまいりたいと思います。このチャンネルでは40代50代以上の悩みをヘアメイクで解決しております。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、さあ始めてから約3週間1ヶ月弱経ちました。どうでしょうか、皆さんに見てもらおう。まあ消えてはいない、もちろん1ヶ月です、1ヶ月弱です。でもなんか私がやってて思ったのは、なんとなくなんだけどちょっとトーンが明るくなってきてるような気がすることと、肌のキメがなんとなく整ってきてる感じがしなくはない、なんとなく気分はいいです。自分的には多少なりとも変化はあるかな。特にねちょっと白くなってきたような気がするような気はするのね。うん、まあこれ皆さん見てどうかはちょっと分かんないけど、っていうことでちょっとねとりあえずやりながら、ね、もう一回この動画が初めての方もいらっしゃると思うので、私ですねプロのヘアメイクアップアーティストでありながら大量にロケで、日に当たりすごいシミだらけです。なんだけどすごい自分に気をきれいにするっていうことはあんまりやってこなくてですね、肌は汚いです。でちょっとね YouTube 始めてさすがにですねきれいになりたいなってやっぱり映るじゃないですか。っていうことでもしかしたらこの私のトレードマークのシミが何か施すことによって少し薄くなったりとか何か効果があるならば、それはそれで皆さんに勇気を与えられるかもしれない。っていうことでシミを集中的にケアするっていうスキンケア&服用を始めました。っていうことでまず何を始めたか、前回はちょっとこちらをご紹介させていただきましたが、こちらかこちらで、角質ケアっていうことで拭き取り化粧水コットン、このシルコットウルウルコットン、これがねめちゃくちゃ優秀。まずこれをですねこう含ませます、拭き取り化粧水に。これね2枚こういう風になってるんで、ここミシン目のところで裂きます。これをちょっとペタッと頬のあのかあれですね、毛穴が開いてるとことか小鼻にちょっと引っかかるようにこうねつけて、これで1分ぐらい、まあ1分から3分なんですけど、私はもうね1分ぐらい、だいたいこれをこうやってつけたまんまダーッと粗乾きダーッて髪の毛乾かしたり、もしくはなんかちょっとトイレ掃除したりとかっていう感じで、まあそのケースバイケースですけどやってます。まあね1分から3分、うん、だいたい1分程度のことが多いかなと思います。はい、でこのまま置いて、でこれを外してこのままですね、優しく本当に滑らせるぐらいです。滑らせる程度におでこ、鼻筋、頬、口元、顎、そして首を優しく撫でる感じですね。滑らせる感じ。目の上ももう優しくです、本当に。そしたら化粧水です。私はこちらを使っております。これは私さ、白潤って読んでたんだけど、どうやらよく見たら白潤って本当に書いてあるわ。白潤でした。あのコメント欄でね、それ白潤ですっていうコメントが何件かあった。あの白潤じゃなかった、白潤でした。大変失礼いたしました、すいません。白潤、こちらをですね、これを少しずつ丁寧に肌に入れていきます。で特にねこの私はさ、やっぱりそうこのシミも気になるんだけど、この目の下のシワも気になるわけですよ。そしてこのほうれい線も気になるわけですよ、ね、でこのおでこのシワも気になるわけですよ。そういうところにちょっと置いて、でなんならシミのところも気になるわけじゃん。
で、シミのところにもこうちょっとチュッチュッチュッって置いて、でこうね丁寧に3回か4回ぐらい重ねてこれをやっていきます。でこれ で首にもね、首にも、首をどうしてもね、おこ取りが、なんだっけなんだっけ、言葉が出てこない、おこたりがち、はい、おこたりがちなんですが、で乾燥する前にこれですね、キソオーガニック HM エキス、これハトムギのエキスなんですよ。これがイボとかにすごく効くっていうことで、私ねここにイボジミがあったんあるんですよ。ここ今見て、もう平らになった。シミはあるんだけど、黒くはあるんだけど、あの プツポツポツってこの3つがねポコンポコンポコンって出てたんですよ。今出てないの。ただねここのイボはねまだ取れてない。ここ、これは取れるかどうかわかんないんだけど、でこれをや、導入剤っていうか、なんで、なんだか、なんだ、違う何、美顔器でやっていってます。ワンプッシュ、これを全体的に、特にこのねイボが気になるところにちょっとつけて、で首のところとかにねイボある人もいると思うから、そういう人もねやるといいと思います。そしてこのララルーツですね、こちらこれね、あのここのオンオフ入れます。そしたらこの上のボタンでいっ、これハイとかローとか選べるんですけど、私結構肌強めなんでいつもハイでやっちゃってます。で首から、首からこうね、ここのく、この顎から耳にこう下げて、ね、こういうふうに首からやっていってます。この顎から上に、これも優しく滑らせるように、優しく滑らせるようにやってます。ここね、ちょっとがイボなくなれみたいな気持ちでちょっとこういう風にやってると、もうポコポコはしてないんですよ。ここは早かったね、結構早かった。これはもうすぐだった。今終わりました。それでこのキアナボーテ、こちらを使っております。シミにはこっちの方が効くんですよね。で、あのこちらはイボとかイボジミだったりとかそういうのに効くので、私はね実を言うと導入、先ほどの、このララルーチを使って導入するのはこっちをやるときとこっちをやるときと交互ぐらいにやってます。うん、でまあこれをやった時もこれだけはちゃんとつけてる、この後に。ので、シミのところ、シミのところ、このシミね、ここで、なんか油っぽくないですかっていうコメントがなんかあったと思うんですけど、まあちょっと油っぽい感じはします。うん、だけど私はこれぐらいが好きか、あの結構ね好きかもしれない。特にこのララルーチュ使う時はこのぐらいのしっとり感があると途中で足さなくても、あの1回でいけるので結構あの好きかな。なんかまあこれはねあくまでも今私が使っているものっていうことでご紹介させていただいてますが、はい。そしてこちらです、トラネキサム酸 6%、まあ、通称オカレモン、はい、こちらをクリームですね。これね最低このぐらいは塗れと化粧品子さんがおっしゃっておりました。結構ねちょっと黄色っぽくなるのよ顔が。
だからおかれもんっていう通称がついてるんだけど、だから朝とかはそんなにいっぱいつけないように、これよりはちょっと減らしてる感じかな。あんまり私はねあんまり感じないんだけど、あんまりつけすぎると化粧がちょっとポロポロもろもろする人がいるみたいなんで、もしね足んなければこれを少なめにして他のクリームをちょっと足すとかするといいかなと思います。服用を始めました。はい、まずちょっとねこれは少し前から飲み始めてたんですけど、エクエル、これはエクオールっていう成分、大豆イソフラボン、ちょっと更年期の症状が出始めた方とか、女性ホルモンとかがちょっと少なくなってきてる方にはすごくいい。私はねもともとこれをなんで飲み始めたかっていうと、指がやっぱ関節がちょっとカクカクし始めて、バネ指ってやつになり始めて、フォロワーさんに相談したらこれがいいよって教えてもらって飲み始めたんですね。だから本当に今全然大丈夫、朝のカクカク感とバネ指感がなくなりました。で飲んでたらその美容のためにもこのエクエルはすごくいいよっていうことで、化粧品子さんにも言われて飲んでます。はい、それとですねビタミンで、こちらは、今リポソームとかって流行ってると思うんですけど、リポビタミン C なんですけど、持続型リポビタミン C、商品名がザ・リポですね、これを、朝晩飲んでます。はい、これはマツキヨにしか売ってない、マツキヨ限定品です。はい、そしてですね、これは、美肌騒動さんっていうちょっとネットで診察を受けて、薬を送ってきてくれるっていうところでですね、トラネキサム酸朝晩1個ずつ飲んでます。はい、これを飲んでるのと、あとこちらも同じ、美肌騒動さんでユベラ、これも朝1個夜1個飲んでます。服用を始めたからなのかちょっと効果が早いような気がする。まだそんな目に見えた効果っていうのはないんですけど、ちょっとなんか自分としてはやっぱりちょっと期待する気持ちはありますよね。で、やっぱりこう薬あくまでもやっぱりこの処方してもらうものなので、これに関して言えば皆さんご意見がたくさんあると思います。でやっぱりねコメントの中にはその副作用が心配とかっていう声もあったんですね。なのでここはねやっぱり皆さん私たちなかなかの妙齢なので、そこはですね持病を持ってる方だったりとかいろいろ体調が悪い方とかもいらっしゃるし、なんでそこはねもうお医者様、もしかかってるお医者様がいるのであれば、そういうお医者様ときちんとの相談した上で自分で選択して、これを飲まないと消えないっていうものでもないと思うんですよ。もちろん生活を整えた上でのやっぱりシミを消したいっていう服用、ここは私はちょっと選んで私の選択で飲んでます。はい、なので私は薬を飲むことを推奨しているわけではないので、ここは皆さんご自身の選択でぜひやってみてほしいなと思います。はい、そしてですねコメントでもあったんですよね、レチノールを入れないのは何か理由があるんですかって。で化粧品子さんにねこれ今これ使ってるっていうことを言ったら、レチノールを1個入れたらいいかもしれませんねっていうことで、トゥベールいいんじゃないですかっていうことで、今日の夜からこちらをちょっとプラスして使っていこうかなと思います。こちらはレチノールです。トゥベール RT ショット、トゥベール RT ショットって書いてある。57歳にして初めてのレチノール体験、どういうふうに変わるのかちょっと楽しみにしていきたいと思います。なんかねレチノールってシワっていうイメージだったんだけど、どうやらシミにも効くらしいです。なのでシミのところシワのところもういっぱい気になるところはたくさんあるので、ということで途中経過、今現在での私の感想でございました。はい、皆さんぜひ楽しみにバケコの顔をよく見といてくださいませ。ではバイバーイ。